ルレースタイガーディーコン72マスター、こちらは173センチで R は 15.4 メーターの、オールランド系のスキーになります。でタイプ的にはちょっと珍しいんですけども、こちらの幅広72のセンター幅に対してのレースプレートですね、このピストンプレートがついているっていうタイプなので結構珍しい感じなのかなと思います。ロングベース、ミドルターンからロングベースにはなりますが、いろんな状況で使っていける機会かなと思います。最近やっぱりこうファットスキーで浮力要素を楽しめるというか、どなたもこう楽しめるようになってきてるんですけども、やっぱりこうちょっと雪が硬くなったりとか、ロングライド乗っている時になかなかスキーのこうフィーリングが楽しめないという方にはおすすめなのかなと思います。浮力要素がありつつも足元のグリップ感、そして今季から出た、このカーボンの編み込みの形状ですね、全体的にワイズ幅が広くても全てこうターミの、丸みにつなげてくれるというところが乗っていても魅力に感じるかなと思います。